チに求めてもらうよ。お前ほんま聞き足したりになったな。これなって大丈夫？え、これ普通にしとってもこういう顎なんだけど。しょうや男じゃあ三兄弟やっほやっほはい、じゃあ今日ですね、歯医者の定期検診になるので、まずな、定期検診する前にしっかり何しとかなあかんと思う？はい、高台さん、トイレ行っとく。あ、トイレ行っとくな。うん、それも大切。はい、どうした？撮影。え、なんで？撮影。撮影、いいね。ほっぺ赤すぎやし。どうした？どうした？はい、じゃあ雄大行こう。歯磨かす。歯磨かかんとあかん。正解。そういうことです。なので、まだ歯磨いてないよね。で、しかもなんか食べてへん。飴食べてる。 あんたも食べてる。 あんたも食べてる。いやいやいや、シーってわかるし。はい、じゃあその口の中早くなくして、今から歯磨きます。うわすごい。早くして。いいから早くして。あんた待ちやねん。返して。ほんまあんたらって言うこと聞かへんの。またしよう。3人来て。これを使います。いや、ちょっとすごいじゃあほんま歯ブラシ持ってこ。はいはい。じゃあ違う。今日ここ抜かれるかもしらんで。え、なんで？グラグラのところどうする？抜いてもらおう。目が誰がバブアス？あ、結構綺麗になってる。明日？明日は高評価。しない、しない。投げ方やって。投げて。こんにちは。こんにちは。負け。お父さんもう朝から邪魔。絶対行くわ。どうしたほらやめな。こっちって絶対受かるぞ。なんで、何を言うてんの？こっちって勝ち。お母さん勝ち。何なん勝ちって。何に対して勝ちやすいの？そうそう、勝ち。あ、じゃあみや、すいません。おうやなって思って。あ、いいですか？お願いします。なんかいつもお前言うこと聞いてないらしいな。な、言うだよ。いつも言うこと聞いてない。聞いてる？聞いてる？ちゃんと今日聞く？分かった。ちゃんと聞いてよ。はい。そうじゃないと全部の歯ぶち抜いてもらおうで。分かった。歯切りぶち抜いてもらうで。お前ほんま口達者になったな。ほんまにぶち抜くで。ほんまにぶち抜く。じゃあ頼むわ。頼むか。もう頼むか、うん、もうお金払ってお前有料で歯全部抜いてもらおうか。子供の歯先に。上の歯グラグラして。ほんまや、抜いてもらおうか。まだまだ奥ちゃんと言ってない。ほんま、うん、もう意外とすっていうか、大人の歯抜けた時って牛乳お腹に入れてさ、ほんまにできる。すごいな、よく知ってるね。え、まだできるの？できるで。すごいね。知らなかったわ。もうちょっと気合い入れて。もうちょっと気合い入れて。あーして。あーして。大丈夫？あの取れへんから。それ一番大きいお口？ちょっと、まだパワー足りない。口開けるパワー足りてなさすぎて。あーして。上手。上手。これ調理工さんやん。お、すごいな。上手。寝るな。お、上手。今日めっちゃお兄ちゃんやな。お、すごい。いつも違うの？みんなちょっと喋っとるな。はい。上手やって。あーして。じゃあ桃で歯磨こうか。はい。
なんで虫歯いますかって見た。どうですかって。なかったよ。なかったって。うん。よかったね。よかったな。ちょっと心配しとった。そっか、大丈夫やった。よかったな。ありがとう、終わった。今大丈夫やけど、さっきみたいにさ、ベロ覗かせたかんね、ここ。あかんねんって、うん、それは言い聞かしといた方がいいってことですか。そうですね、ベロ出してるよやったら、今ベロどこにいんのって言って、あーそういうこと、ね、アーってしてみて、今ベロ出してるわ、ここにちょうどこの歯の隙間にいつもね出てくるんで、ここにおらんなあかんからな、ベロの位置が、ベロは上やって、ここやね、上にしとかんかったらこうなの。顎見てみ、これ、ほら顎、これなって大丈夫。え、これ普通にしとってもこういう顎なんだけど、なんかベロにしてもう一回、下は上やな、うん、かゆい気になる、どうしたい、自分的にはどうしたい、めっちゃ抜くやつってどういう気味、抜くやつは今ここにはない、そうなんだよ、どっちがいい、パパに聞いてみる、パパの前に、やめとく、ね、やめとくよね、怖いよね、実はだよね、うん、で、うん、1個あるやつ、1個持ってるやつ、うん、これで終わりやね、花火もね、ちょうどもうそこに綺麗に並んでて、うんうん、あーですね、クセも何もないから本当にね、よかったよかった、うん、問題ないですね、ティラの、もうこん中でしかないからな、あ、これで落ちてついてる時とか、うん、あれさ、うん、どこにおるっていう、そうやな、どれがいいやろな、お父さんやったらこれにするかな、ほら、みりんに、ほらみりんにプレゼントできるかな、これ、ほらで、うん、これやったらみりんにプレゼントできるんだよな、これみりんにプレゼントできるで、うん、な、これみりんにプレゼントできるけど、うん、うん、ありがとうございました、ありがとうございます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 、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、じゃあ今日歯医者さんちゃんと虫歯なしですかね、皆さん。なしですね。はい、じゃあ感想を聞いていきたいと思います。誰からいきますか。はい、修大君。それもらって嬉しかった。嬉しかった。歯どうやった？歯のやつ。ムカついた。なんで？なんか気持ち悪い。気持ち悪かった。もうそれしたの。あ、抜けそうで歯が。抜いてもらってよかった。まあ。それは怖くていいじゃない。もう一回ほんとお父さん頼むから行こうか。でも次回抜けてなかったら抜くらしい。あ、そうなんや。はい、次、じゃあ誰行きますか、秀大、はい、雄大くん、どうぞ、怖いし、うん、もうさ、うん、あんななりたくないし、うん、どんななりたくない、え、あの、顎しゃくれてるにはなりたくない、大人になってもそれやらんとか、うん、だからその癖を直したら、ああいう感じにはならへんねんて、だから常にテレビ見るときとか、今もちゃんと生きてる、そう見してちょっと口どう、そうテレビ見るときとかもちゃんと上につけとくことな、分かった、集中、全集中な、下の呼吸分かった、1の方使ってね、じゃあ歯医者ちゃんとできた人手挙げて、はい、 OK、 じゃあせーの、バイ、何なんそれ一体、雄大下は、え、下はどうするやった、そう、三兄弟、三兄弟、大きい声で三兄弟、トントーだ。